休憩前に引き続きき続会議を開きます。先ほどの林議員の質問に対する答弁について、訂正の申し出がありますので、これを許します。林,林教育文化課担当課長。先ほどの林議員のご質問の中で、教職員の振り替休日の取得率がありましたが、 え九割とお答えしましたが、えー、全員取得しております。お詫びして訂正いたします。次に1、一番土本実議員。はい、以上土本議員。 それでは質問いたします、えー、ふるさと応援寄付金の活用施策についてです、えー、ふるさと応援寄付金という名ではありますが、ふるさと納税に関する質問です。えー、故,故郷や応援した,したい自治体に寄付ができるのがふるさと納税であり、寄付をすれば、特産品などの返礼品がもらえる点が人気で、全国的に一大ブームとなっております。 中野と町でも寄付金額に対して2割相当の特産品セット、道の駅織姫の里より地酒やお米などの返礼品を送っております昨年より寄付金額が増えたと聞いておりますが他の市町に比べたら応援者が少ないのが現状です輪島市では寄付金が3億円を突破したとの報道や 来年度から七尾市でも地元特産品を返礼品に送ることになり能登半島の海産物などが返礼品では人気となるのは当然だろうと思います私も県外者なら地元海産物や高級肉などの返礼品がある自治体に寄付してしまいます決して中能登町の特産品が 劣っていいるとは思まませんががが地元海産物の方が注目度があありり魅力的であります私自身、町内出身者の大阪の方々や県外の方々に、中野と町を応援してほしいとお願いしておりますが、苦戦しております、返礼品を良くしたらとか、2割相当の量を増やしたらなんて声も聞きますが、 ふるさとを応援する趣旨から外れた助言や提案でして、返礼品を手厚くするだけでは、寄付先を乗り換えられてしまいます。足元の競争に負けないよう、お礼を充実しては、本来の趣旨から外れてしまいます。この質問は、他の市、町に負けないよう、応援していただく方法を提案するものであります。 中能登町では、応援者の方々にふるさと応援寄付金を6つの施策から選んでいただき、活用することとなっております。1、にぎわいと活力あるまちづくり、2、健康で生き生きと暮らせるまちづくり、3、地域の風土を生かすまちづくり、4、 強い絆を育むまちづくり。五。学びを支えるまちづくり。六。調整一般の活用。いずれも充実を図るとなっております。この活用施策では。具体性がなく。ありふれた言葉であって。寄付をお願いするにも、あと一押し足りません。 ふるさと納税は返礼品以外の特徴として、納税者が自分で税の道を使うことが、選ぶことができます。払った税金が無駄に使われていると嘆く人が多いが、これだけ使い道がはっきり分かる納税はありません。現在の活用施策、充実を図りますから、具体的な事業を打ち出し、 人の明確化やや選択でできる事業にして応援者を増すす提案です例えば、子育て支援については、保育園の遊具の購入や絵本の購入、福祉に対しては、100歳体操の器具の購入車の、車椅子の購入、学校教育では、部活用品や学校の備品、清掃用具、なんでもいいと思うのです。 単に充実を図るという言葉よりも、何々を実施したいので、ふるさとを応援してほしいと訴えることができれば、応援者を増やすことができると考えます。寄付された方々が賛同し、関心を持ってもらい、そして、町を訪れたいと思えるようにしたい、それに寄付されるが、それに使用する側も、 寄付者のふるさとへの思いを通じて、感謝の気持ちで使うことができれば、素敵だと思います。本来の税とは、こういうことじゃないかと思います。寄付金の代償ではなく、寄付件数を増やしたいと思います。そこで、寄付金の活用施策を抽象的ではなく、 具体的な事業を打ち出して、まちづくりの応援者を増やす考えがないか、伺います、はい、杉本町長。辻、えー、本議員のふるさと応援寄付金の活用施策についてのご質問にお答えをいたします。 ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献をしたい、ふるさと応援をしたいという方々の思いを実現するために、平成20年度の税制改正により、制度が創設されたもので、寄付金による税額控除ができる制度であります。当庁では、ふるさと応援寄付金としていただいた寄付金を、中野と町ふるさと応援基金に積み立て、 運用を行っており中野本町総合計画に掲げる主要事業の財源として活用をしておりますまず現状についてでありますが給をいただく際にその使い,、ま、使い道について給付をされた方の意向を伺っておりますその選択肢は健康・福祉や教育・学習などの6つの分野がありますが中には 環境保全や産業振興など、抽象的なものもあります。これまで基金が活用された実績としましては、平成24年度に教育学習分野で中野都中学校の備員として、ドンチョおよび机、椅子などの購入費として1000万円、また平成25年度には福祉分野で、健康センタースクスクで使用する木浴人形や、 妊婦体験セット購入費として23万4000円を活用しております。ご質問の寄附金の活用施策を抽象的ではなく、具体的な事業を打ち出して、町づくりの応援者を増やす考えはないかということにつきましては、確かに現在の6つの選択分野は抽象的な表現で分かりにくい面があります。 全国的に見ましても、それぞれの自治体が抱える課題や推進する事業に対し、寄付を募り、特定事業の目的基金として積み立て、課題解決に活用している自治体も多くございます。当庁によきましても、返礼品の拡充に加え、子育て支援や定住促進策、またまちづくりイベントなどの具体的な事業に対し、 寄付をを募る選択肢を設けてていいきたいと考えております具体的な町の取り組みに対し、町内外の多くの方々からの応援をしていただき、活力ある町づくりを進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしますはい。議土本議員 はい、えー、今後、まあ、具体的な事業を打ち出して、えー、取り組まれるということなんですけれども、まあ、具体的な事業として、私自身、今、中野戸町、町人仕事創生戦略が作成されております。まあ、その中に、具体的な施策とか重点業績評価指数が記,入記載されております。 そういった中で、例えば UIJ ン者数をするために、何々事業を実施するため、応援してほしいとか、えー、環境整備、えー、教育環境整備で電子黒板の更新をしたいので、応援してほしいとかあ、地方創生戦略とリンクすると、また面白しいし、えー、お願いする方もお願いしやすいということを思っております。また、 あ寄付金によって購入された物件について、なんかふるさと納税というなんかシールか分かりませんけど、貼って、えー、使う側の意識もまた変われば、一歩前進かなと、そんなふうに思っております。来年度から、まあ、インターネットを活用して、多くの方々に知ってもらうことも大切ではありますが、活用施策の中身も問われますので、少しでも応援者を増やせることを期待し、この質問は終わります。 で次の質問に移ります。えー、寄付・受納について4点、質問いたします。えー、1, 点目です1点目ですが、あ寄付・受納基準、範囲についてです、えー。土地や建物等の寄付・受納基準は、簡単に有効利用できる、できないかが、 基準ととなると想像します、まあ、土地の場合は道路整備など事業計画が将来あるなど判断がつきやすいと思いますが家屋の有効利用は修理費や維持費等の問題があり判断が非常に難しいと考えます、えー、平成27年度に新たに古民家を寄付受納したわけですが、まあ、私の疑問に思うことは 空き家は空き家バンクに登録し、古民家は町が寄付受納するっちゅうことなんかなと思いました。そこで整理しなければならないのが、空き家と古民家の違いです。空き家とは建築物、またこれに付属する工作物であって、居住、その他の使用がなさ,れてなされていないことが状態であるもの、およびその敷地をいう。 これはも、ま、う、あ、空き家対策特別措置法第2条の1項であり、えー、基本指針では、居住その他の使用がなされていないことが状態であるということの判断基準として、1年間使用されていないことが一つの目安となるという考えが示されました。次に、古民家というものはどういうものなのか。古い 日本の伝統的な建築工法で建てられた建物というのはなんとなく想像できますが、調べてみると、具体的な定義は実はありません、まあ。辞書では、建築後100年ほど経った和風の家、武家屋敷なども含む年数に決まりはないとされています。このこのとから 1>, 1年以上使用されていなく、建築後100年ほど経った和風の家は、空き家であり、古民家であります。えー、1点目の質問ですが、中野と町への土地や建物などの寄付物件について、ま、あ寄付の依頼があると思いますが、どのような基準,で基準や審査で決めているのか。 基準,受農基準、範囲をどう考えているのか、1点目は伺います。で、えー、2点目ですが、えー、古民家、単語亭は来年度予算に調査設計費用を計上しておりますが、寄付受納を,を決定した経緯や、今後の利活用計画について、2点目は伺います。 で3点目ですが、えー、古民家単語亭を新たに町,町,町所有の施設として加えることになります。今年度実施した中能登町公共施設に関する住民アンケート及び施設利用者アンケート結果には、今後、公共施設の在り方の回答は施設数を減らすが半数を占め、施設数や 規模をを減らす時期期は早期が半数を占める結果となりました、また公共施設の運営費用の負担では、施設統合やコストダウン等を進めるが59%、利用者負担が51%であり、若い世代ほど施設の統合やコストダウン等を進めるが高い傾向であります。 多くの住民は維持管理費が増え、将来負担が増えることを理解している結果だと思います。えこのアンケート結果を踏まえ、類似施設の古民家・三重親の里がありながら、新たに施設数を増やす理由を伺います。で4点目ですが、 図書館や体育施設と違って利用目的や利用用途が見えにくい施設が小民家だと思います現在ある小民家・三親の里の利用状況をどのように考えているのかああ四点目は伺います杉本庁長 土本議員のの寄付受納にについいてのご質問にお答えをいたしますまず1点目の受納基準についてですが、町ではこれまでに、個人または民間企業および団体が所有する土地や建物の不動産について、それぞれの申し出により、寄付を受けております。合併前においても、それぞれの町の判断により、 価値のあある不動産を寄付を付受けてきたところであります。合併後においても、数件の申し出がありましたが、すべて受,の受領をしてきたわけではなく、町にとって有益な物件かどうかを検討し、判断をさせていただきました。寄付を受けるにあたっては、特にこれといった基準は設けていませんが、将来的に有効活用できる不動産であるかどうかを 見極めながら決定をしていますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、単語亭の寄付受納を決定した経緯および利活用計画についてのご質問にお答えをいたします。まず、過去の経緯として、単語亭を含む東妻立ちの建築物が並ぶ、能登部地区の街並みの評価についてご説明をいたします。 これは住宅広報の総合的調査がきっかけになったもので、調査に先立って行われた事前調査では、富山県の氷見市や砺波市、また旧鹿島町などと,と比較をされた結果、元部地区が選ばれ、昭和59年の夏に、東京大学をはじめとした7つの大学の教授や、 学生からなる総勢30名にも及ぶ調査団により行われました。納戸地区が選ばれた決め手となったのは、次の5点が大きな理由となっています。はい、まず1点目は、地域職の行為好報、生産形態の存在をすること。2点目は、明治時代以降の各時代の工法が、 明治、大正、昭和の戦前、戦後と一通り残っていること、3点目は、寺屋である町屋とずま立である農家が両方混在していること、4点目は集落形態にもよく残っていること、最後に5点目は現在も活気のある地域であること、以上のことから、野登部地区が調査地域とされたものであります。 特に能登米地区はこの地域の建物の特徴として、昭和初期に建てられた建物が多く、時期的に世界的大不況のさなかでもあったにもかかわらず、全国的にも大変珍しいとのことでありました。このことから、建築、学上文化財的にも非常に貴重な資源であるとの判断から、旧六世町時代より、 丹後亭を保存するとともに兼ねてから、もしよかったら町にご寄附をいただきたいお願いをしてきたところであります。また町並みについても、国が指定をする重要伝統的構造物群保存地区になるよう、働きかけていきたいと考えており、丹後亭はこの地区の中心に位置し、シンボルとなる 施設であると考えていますこうした中、丹後亭の所有者から町外への建築を検討しているとの情報があったことから、町としては歴史的な景観を保護するためにも、町が建物を取得、保存することが妥当であると判断をして、お願いを聞いていただいたわけでございます。 英単亭は大正末期から昭和初期に建てられたものであり、築約100年近く経過をし、保存状態も大変いいことから価値のあるものと判断し、将来的に有効活用できる建物として利用をいたしました。議員の皆さんもご覧になったと思いますが、伝統ある吾妻立ちで使用されている材木も、 財務なども大変立派であり、大変貴重な建物であると実感をしていただけたと思います。次に、具体的な利活用計画ですが県、県外から有識者の皆さんにお越しをいただき、様々な角度から利活用計画についての提案をお願いをしています。単語体をご覧になった皆さんから大変いいご提案をいただき、 大変いい建物であるとそんなことも言っておられますまあ、そういう中でいろいろとアイ,ア,アイデアを出していただきました例えば海外の副郵送の宿泊施設やまたデザインセンターと連携をした美術大学生の研修の場そしてレストランとしての活用など今後はそうした提案を,提案を取り入れてご提 文化でききるよう整備を進めてていきたいたと考えております次に3点目の施設等配合からなる類似施設の増についての質問にお答えをいたします。平成26年度において、公共施設に関する住民アンケートを実施、公共施設の等配合等について、住民の意見をお聞きしたところであります。 この結果を踏まえ、平成28年度に策定を予定している公共施設等総合管理計画により、施設の統廃後を進めていくことになります。そうした中、今回の寄付物件である丹後亭について、小田中地区にある三大屋の里と類似施設であると感じておられますが、丹後亭については、 先ほどの利活用計画で申し上げたとおり、違った視点から活用方法を考えているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、古民家三輪の里の利用状況をどう考えているかとの質問にお答えをいたします。古民家宮の里は小田中ににある京稲村亭を町に譲り行け宮地区の 町並みや町並みの保存や賑わい、空間の喪失を図るため改修した後に平和20平成24年に開館をしたものであります。旧稲村邸は宿場町として栄えた三岡街道沿いに明治42年に建てられ、おもやは明治以降旧家藩の地域で建てられた農家に。 特徴として見られる安馬たちと呼ばれる建物で、およそ70坪の広さがあります。開館してからこれまで延べ63件1,771人にご利用をいただいております。今後とも多くの方にご利用をいただきたいと考えております。なお、古民家三浦の里の利用条件については担当課より説明を。 させますのでよろしくお願いをいたします以上高輪企画課長 民家三鷹の里の利用条件についてお答えをいたします三鷹の里の開館初年度である平成24年度では17件で747名の利用がございましたまた平成25年から今日までの約3年間の利用ですが利用件数として年に13件から17件あります利用人数も 人人から人の利用がありましたなお、本年度の利用の主なものといたしましては、県外自治体からの区長会の視察研修の受け入れを行っておりますので、中野と町の迎賓館的な使用や、県内のお年寄りを支える団体の研修の場としての利用、 そして町内の繊維企業と県外のインテリア会社との繊維素材のマッチングの場などに利用をしてきております利用された皆さんは家ではなくかつ公共施設のような固い雰囲気でもない古民家ならではの建物の持つ独特の雰囲気が非常に好評を得ておりますその他にも数字には入っておりませんが見学での利用もあります 三浦の里は三浦街道のシンボル的な施設として、また最近では、新王塚古墳が話題となっておりますので、そちらに来たいとの問い合わせも増えております。このことからも、三浦の里は三浦街道の道しるべの施設として、そして町外からお越しになる皆さんの利便性を高める施設として、重要だと考えておりますので、ご理解をお願いいたします以上です。 ははい議、はい議議長員今の答弁聞きまして、えー、さ再質問いたします。えー、2点目のお利活用方法、町並みの保存の考えでなんですが、まあ、私自身、能登部地区の、まあ、歴史っいうのは、あんまり深いことお分かっておらんあところもありまして、余計違和感を覚えるところなんですが。 町、まあ、並みの保存の考えなんですが、それは、私何、なぜ聞きたいかというと、おこのここに、中野戸町百物語、この物語の中では、あ東往来は半世紀には加賀、能登、越中を結ぶ重要な道として利用されており、2つの駅、えー、二宮宿と高畑宿も、物流の交通、人の往来の中継地、 休憩地・地宿泊ととしししてて発展しまましたと書いてありますこの,でこの歴史を踏まえると、三重屋の里付近を重要伝統的建造物群に取り組む方うが、まあ、自然的な考えなんですけれども、まああ、私も知識不足なんか分かりませんけど野能登地区にもそのようなあ重要なことがあるか、あるとは知らんかったんで。 あれなんですけども、まあ、せっかくこれに全然書いてないんで、それがまあ一つ、腑に落ちんかったところでございあ,あります。えー、それともおこう、これはいいんですけど、まあ、3点目の、まあ、利用用途が違うということで、身をやらの里とお、まあまああのー、利用用途が違うんでということなんですけどもお、住民アンケート結果から、 施設の統合やコストダウン等を進めるのほかに施設を有、施設を利用する人や団体が適切な使用料、料金を払うという回答が42%から54%であって、体育館、武道館においては、現状を維持し、施設を利用する人が適切な料金を払うという意見が3割、特に鳥屋地区では使用料を払って、 も維持したいといとう考えは50で,あるんですこの結果から鹿島体育館のトレーニングルームは使用料を徴収して維持管理してるのは私、民意を反映してと勝手に解釈しとったんですけれども、でも、そのまた他のアンケート、町内にあったら良い施設とのアンケート結果では、1位、健康づくり、2位、園芸、庭いじり、3位、運動、スポーツ活動、4位、 外食飲み会とビデオ鑑賞と映画とあり、まあ、古民家でできそうなのは、ビデオ鑑賞と映画ぐらいなんですよね。で、えー、将来展望の,の基礎となる町民意識アンケートでは、中野と町に愛着や誇りを感じる理由の項目では、上位は近所のつながり、地域,地域コ,ミコミュニティや調査、 トレイルランであって、えー、昔ながらの町並みの評価は実は低い結果となっております。また、あ中高生のアンケートでは、昔ながらの町並み 21.、21.9%ではありますが、まあ、中高生なんで、昔ながらの町並みといっても、伝統的建造物群、保存地区を作るということを指しているのは、 ああちょっと考えにくいんですけど、まあ、改めて、えー、町民意識アンケート結果を踏まえて、えーえー、宿泊地やレストラン等に,、えー、に使う、あのー、古民家およびまあ伝統的建造物群を作る施策は、住民の意識と整合性が取れていると考えますか、改めて伺います。 杉本町長あの百物語に書いてある、まあ、その通りで、その時代をあの旧街道、ずっとあの宿場町であって、その通りなんですけれども、今は、現在はその町並みが残っていないと。あの今の 建造物を調べたときに、鹿島も調べた、のと北陸すべて調べたときに、富山の姫であったり、また富山のであったり、そういう中で一番昔の,あの町並みが残っているのが、のとべの町並みであると、そういうことであの東,大東洋大学に忘れた、ま。あ 7つの大学の先生、そしてあの学生さんが1週間か2週間泊まり込みでずっと調べてくれてくれぐらいの,あのその結果のあのもございます。そういう中であの残していかなければならないですそういう中での重要伝統的建造物群の保存地区にもしも、あのその 残していくとすれば、もと米地域の今の東屋たちというようなことで、この充電権と言うておりますけれども、石川県では8つあります。今の輪島市の黒大沢の今の漁業、多いから香川市の漁業、それに金沢市の宇多津山。 それにあの寺お,お寺のそこそれで今のあの,こうあ,のあれやあの今の東、はい、それと加賀の加賀市の峠を越えたなんて言うのかなったからもその8つあります今それを9つ目として 重要建築建造物群保存地区にあの申請をして、そして県あの国から指定を受けられればと、そうすれば大きな町の観光の一つのシンボルになるではないか、その中での産後営が確認になると、まあ、そんな思いでありますし、今いろいろ言われましたけれども、あの 一緒なな図書館館ででああっったたりり公民いいいろいろな建物とままこれはあの違います一つ一つまた本当に昔の方が残っていただいたあのこれも一回壊してしまえば昔の城と一緒でなくなるそんな建物でありますしまたあの中野と町にはいくつかどうしても残していただきたいそんな建物もまだ住んでいま 追いいる建物ですすけれどもあのございますそういうものと、まあ、今の,あの現代の建物と違いますし、おいたまた小中学生にこそ、まだあの今の町並みや、またこれらの建物、そういうものを説明をして、お勉強にもしてもらう、今、アンケートを見て、そうやってこれるとまた、 違うのではないかもっと町としても説明もしなければならないんじゃないかと、そんな思いでおりますはい町長のあ熱い思いも理解いたしましたけど、ま、この質問は、あ あの利活用方法が、まあ、将来的に、えー、な有効利用は見,あの見込めるということなんですが、まあ、活用方法が決まらないうちに寄付受、受納したことを問題提起しております。で、えー、最後の再質問です、えー。地方自治法第1条の2に、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本としとあり、つまり住民の福祉とは、 住民の幸福をいい、その幸福を増加進歩を図ることを基本としております。そこで私、思うことは、伝統的建造物群を作ることで、住民の幸福度を増加進歩させられるのかと思うのです。また、第2条の14では、最小の経費で最大の効果を上げるようにするとともに、第2条の15に、 常にその組織および運営の合理化に努めるとあり、地方公共団体は能率的に行われる必要があります。この条文から、庁舎統合について私は理解しているんですけど、しかし、古民家の有効利用費の費用はちょっと分かりませんが、最小の経費で最大の効果が上げられるのかについても疑問なのです。 まあ今後、政策や企画が問われることになります。そういった中でいろいろ調べておりますと、地方自治法に唯一、政策・企画の文字がある条文は、第167条、副知事および副市長村長の職務であります。この中には、副知事および副市長村長は、普通地方公共団体の長を補佐し、 普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画を司り、その補佐機関である職員の担任する事務を監督し、とあります。えー、簡単に解釈すると、政策及び企画は、事務方のトップである副町長の職務であります。えー、地方自治法167条に基づいて、広瀬副町長に、住んでよかった、 住みたくなるまちづくりに向けて、古民家の利活用計画への意気込みを伺い、最後の質問といたします広瀬副長長。 千本議員の質問にお答えをいたします先ほど来、町長が述べております、単語点につきましては、中能登町において唯一無二な建物だというふうに私は認識をしております。まあ、そういうことから、中能登町はこれといったまあ観光施設もありませんし、目玉的になるものは、まあ、赤道山なり、雨の脈がありますけれども、宿泊できるとか体験できるそううい場が少なくございます。まあ、そういういことから 野戸部地区の田んぼ店につきましては、その景観も生かした、そういう整備をしていきながら、町並みを歩いていただけるような、そういう施策が取れないかというようなことも含めまして、町全体を周遊できるような、そういう観光面の一つの柱になるものと確信をしております、そういうことから今後、整備計画を進めてまいりたいというふうに思っております以上です。 終わりますはい、えー、少し早いのですがここで1時30分まで昼食のため休憩といたします